ちゃんネットスクール日本語クラスへようこそ。皆さんこんにちは、連連です。大家好，我是连连老师。今天呢是我们的第十二课。好，首先呢来看一下课题理解。課題理解一七番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は高橋さんが来たらどうすればいいですか？じゃあ会議室に行ってきます。2時間ぐらいで戻ってくると思うけど。3時に誠建設の高橋さんが見えることになっていますが。あ、そうか。忘れてた。3時じゃ会議終わらないな。ああ、高橋さんとことの契約はもう社長の決裁ももらってあったんだよね。あ、はい。あとは高橋さんがいらしたら契約書にサインをいただくだけです。そう。じゃあ見えたらね、電話入れてよ、会議室に。よろしいんですか？うん、ちょっと抜けてくるから。サインもらうだけでしょ？はい。女の人は高橋さんが来たらどうすればいいですか？好，这一段呢是男女两个人在公司里的一段对话。问题问的是女的在高桥来了之后该怎么做。那既然问题里问到了 Takahashi 高桥这个人名，那我们在听接下来的内容的时候就要注意什么时候出现这个人名，同时呢注意时间节点，他问的是高桥来了之后女的该怎样做。じゃあ会議室に行ってきます。2時間ぐらいで戻ってくると思うけど。3時に誠建設の高橋さんが見えることになっていますが。うん。首先呢、是男的说要去开两个小时的会。女的提醒说、3点的时候、高桥会来。あ、そうか。忘れてた。3時じゃ会議終わらないな。ああ。高橋さんとことの契約はもう社長の決裁ももらってあったんだよね。あ、はい。あとは高橋さんがいらしたら契約書にサインをいただくだけです。うん、这两句话呢，我们知道男的把高桥要来的这件事啊给忘了。他呢跟女的确认了一下，和高桥的合同呢已经是定好了的，只是来签个字而已。そう。じゃあ見えたらね、電話入れてよ、会議室に。那既然是这样，男的就说等高桥来了往会议室打个电话。所以呢答案就是选项三。男の人に電話で知らせる。女的要打电话通知男的高桥来了。嗯，非常简单的一道题，对吧？来看一下这道题里面出现的单词。首先是見える。見える这个动词呢，我们最熟悉的意思是看得见，能够看到。那么它在这一段里面呢是 kuru 的尊敬语，表示来光临。比如说 okakusama ga mieru， 就是客人要来。接下来一个词 kessai， 决裁是审批批准裁决的意思。那么跟它是相同的读音呢还有一个词 kessai， 写作决计。那它是什么意思呢？是清账、结算、结账的意思。好，接下来最后一个词是 nukeru， 它在这一段里面呢应该去偷偷溜走、逃走、退出的意思。好，接下来呢我们看一下第二题。男の人が病院で女の看護師と話しています。男の人はどのように薬を飲みますか？これが今日お出しするお薬です。まずこの粉のお薬は食後に飲んでください。食事のすぐ後ですか？はい。それから白い錠剤は食感です。食感って食事の途中で飲むんでしたっけ？いえ、食事と食事の間です。
じゃあさっきの粉と一緒に飲んでもいいんじゃないですか？それがちょっと違うんです。お腹が空いている時じゃないとダメなんです。わかりました。で、カプセルは食前とか？寝る前です。ああ、みんな飲む時が違うんですね。男の人はどのように薬を飲みますか？这是男的和医院护士的一段对话。问题问的是男的该怎么吃药。那么看一下选项呢，我们知道男的是要吃三种药。在听的时候，紧跟着对话内容，以食事吃饭、休息睡觉为参照点，排好顺序就可以了。首先呢，这一段最先提到的是 粉のお薬，是粉状药。これが今日お出しするお薬です。まずこの粉のお薬は食後に飲んでください。食事のすぐ後ですか？はい。粉状药呢应该是饭后马上吃，那么到这里呢可以排除掉选项二。接下来呢说的是片剂该怎么吃。それから白い錠剤は食感です。食感って食事の途中で飲むんでしたっけ？いえ、食事と食事の間です。好，片剂是两餐之间吃，食事と食事の間。じゃあさっきの粉と一緒に飲んでもいいんじゃないですか？それがちょっと違うんです。お腹が空いている時じゃないとダメなんです。这两句呢，我们知道片剂和粉状药，它们两个之间呢也有先后顺序，说的呢比较绕弯。お腹が空いている時じゃないとダメなんです。不是肚子空的时候吃就不行，那也就是让你空腹吃。所以呢，是先粉状药，然后是片剂。わかりました。で、カプセルは食前とか？寝る前です。好，最后呢，确认的是胶囊该怎么吃，要在睡前吃。所以呢，正确的顺序就应该是选项一。嗯，也比较简单。来看一下这段里面需要大家记住的单词。首先呢，就是片剂药片，我们要学会说是錠剤，定剂。这个錠呢，它本身可以作为量词片，原型的药片。比如说，三錠ずつ飲む，每次吃三片。第二个词是食間，时间，指的是饭间两顿饭之间。最后一个呢是胶囊カプセル。这个词呢也有密封舱、密封容器的意思。好，接下来呢我们进入要点理解部分。ポイント理解。一番。女の人が非常食について話しています。女の人が勧める非常食はどんなものですか？台風や地震などの自然災害に備えて、非常食を買い置く家庭が増えていますが、非常食はまず、携帯に便利であること、保存が効くこと、そして栄養が豊富であること、この3点が大事なことは申し上げる必要もないかと思います。ただ、皆さんが非常食を選ばれる際に、よく見落とされる点がございまして、それは災害時にはガスも電気も使えなくなることが起こりますから、非常食は温めなくても食べられるということがもう一つ大事な点になるわけです。例えば、レトルト食品の類は温めて食べれば栄養も豊富で美味しいものですが、冷たいと油が固まって食べづらくなってしまいます。それからまた災害時には水道もストップする可能性がありますから、塩分の多いものも非常食としてはおすすめできません。
女の人が勧める非常食はどんなものですか？这一段呢，女的讲的是关于非常食，非常食，应急食品。问题呢，大家要稍微注意一下，问的是女的所推荐的应急食品是什么样的。所以说呢，在开头部分，她所描述的应急食品非常重要的三点，虽然是事实，是正确的，但并不是她在这段话中的主推的内容。非常食はまず、携帯に便利であること、保存が効くこと、そして栄養が豊富であること、この三点が大事なことは申し上げる必要もないかと思います。首先呢，这三点非常重要，是自不必说的。方便携带，保质期长，营养丰富。那这三点呢，分别在选项一、选项三和选项四中都被提到了。那我想咱们同学做了这么多题，也算是经验丰富的老将了。那一看这种情况，先提出来的这并列的这几项，肯定就都不是正确答案。ただ、皆さんが非常食を選ばれる際によく見落とされる点がございまして、それは災害時にはガスも電気も使えなくなることが起こりますから、非常食は温めなくても食べられるということがもう一つ大事な点になるわけです。好，前面铺垫完了，接下来呢就转到了说话者真正想要强调的观点了。他的是一个很关键的提示词。他说呢，大家在选购应急食品的时候，经常会忽视这一点。应急食品要选不加热也能吃的。接着呢，他就拿软罐头食品举了一个例子来说明这一点。例えば、レトルト食品の類は温めて食べれば栄養も豊富で美味しいものですが、冷たいと油が固まって食べづらくなってしまいます。最后呢，是补充了一点。それからまた、災害時には水道もストップする可能性がありますから、塩分の多いものも非常食としてはおすすめできません。不推荐盐分高的应急食品，那也就是让大家选购盐分低的。那么正确答案呢，就应该是选项二了。综合了这两点，火を使わなくても食べられて、塩分の少ないもの。好，来看一下这一段里面的单词。非常食、应急食品。词组、保存が効く。効く，我们知道有可以做、经得住、能够的意思。所以呢、保存が効く就是保质期长的意思。災害時、災害時、发生灾害的时候。レトルト、软罐头食品。水道、自来水管道。塩分、盐分。好，来看一下第二道题。大学で男の人と女の人が話しています。男の人は昨日授業の時何をしていたと言っていますか？ねえねえ、奨学金の手続き済ませた？あ、あれ？なんか顔色悪いけど、具合悪いの？そういえば、昨日授業に来てなかったね。いやー、レポートの締め切りが重なって、寝ないで書いたら風邪ひいちゃって。奨学金のこと、ちゃんとやった？昨日締め切りだったけど。それは、一昨日済ませたから大丈夫だよ。なんだ。それで昨日は安心して授業休んで寝てたってわけね。そうできたらよかったんだけどさ。明日ゼミの発表があってね。今その準備で大変なんだよ。自分だけ休むわけにはいかないじゃん。
じゃあ昨日もそっち？授業休んでまで。そう、ほんと家で寝てたいよ。男の人は昨日授業の時何をしていたと言っていますか？这道题呢是大学里男女两个学生的对话。问题问的是男生昨天上课的时候在做什么。那对话开始的时候，女生问的是他奖学金的事。啊，ねえねえ、奨学金の手続き済ませた？あ、あれ？なんか顔色悪いけど具合悪いの？そういえば昨日授業に来てなかったね。いやー。レポートの締め切りが重なって、寝ないで書いたら風邪ひいちゃって。通过女生的话呢，我们知道男生昨天没来上课，那他并没有马上回答奖学金的事，先解释了一下自己为什么脸色不好。那是因为彻夜未眠写报告，结果感冒了。奨学金のことちゃんとやった？昨日締め切りだったけど。それは一昨日済ませたから大丈夫だよ。女生呢继续关心男生这个奖学金手续办没办完。男生说呢前天就已经都办妥了。到这里呢可以排除掉选项三。なんだ。それで昨日は安心して授業休んで寝てたってわけね。そうできたらよかったんだけどさ。女生猜测说那你就是昨天安心在家睡大觉了。通过男生的回答呢我们知道又可以排除掉选项一。他说要是能在家睡觉就好了，那看来是没睡成的。明日ゼミの発表があってね。今その準備で大変なんだよ。自分だけ休むわけにはいかないじゃん。じゃあ昨日もそっち？授業休んでまで。そう、ほんと家で寝てたいよ。最后几句呢才说了昨天没去上课的真正原因，是因为忙于准备明天的ゼミの発表、研讨会的发表，以至于昨天都没来上课。女的问他说：“じゃあ昨日もそっち？授業休んでまで？”那昨天也是在准备这个，连课都不上了。男的回答说：“そう。”所以呢，我们就能确认正确答案是选项四。ゼミの発表の準備をしていた。好，这一段呢没有什么生单词，我们直接进入下一部分。概要理解。一番。大学の先生が自己紹介で研究内容を説明しています。子供は大人が話しているのを聞いて言葉を覚えます。日本語を聞けば日本語を話すようになるし、英語を聞けば英語を話すようになります。これは小鳥も同じです。小鳥も親の鳴き方を聞いてその小鳥らしい鳴き方を学びます。小鳥には方言もあって地域によって歌が違ったりするんですが、これは小鳥の歌が親から子へと伝わるからなんですね。小鳥も学ぶんです。その証拠に別の種類の小鳥の声を聞かせて育てると、別の種類の小鳥のように鳴くようになります。じゃあ、それは人間の場合とどう違うんでしょうか。それを私は研究しているんです。この先生は何について研究している人ですか？ 1. 小鳥と人間の子育ての違い。2. 小鳥と人間の歌い方の違い。3. 小鳥と人間の言葉の違い。4. 小鳥と人間の学び方の違い。这一段呢是大学老师在自我介绍的时候
说明自己的研究内容。那很明显，在这一段话的最后一句是点题了。それを私は研究しているんです。我研究的正是那个。这里的それ指代的是前面的一句话。じゃあ、それは人間の場合とどう違うんでしょうか？那个和人类的情况有什么不同？而这一句里面的それ就是指整个前面所描述的需要我们去概括的了。那好，我们来回顾一下，看看前面是围绕什么讲的。子供は大人が話しているのを聞いて言葉を覚えます。日本語を聞けば日本語を話すようになるし、英語を聞けば英語を話すようになります。开头呢，先讲的是人类的情况，说小孩子是听着大人说话学会了说话，听日语长大的呢就会说日语，听英语长大的呢就会说英语。これは小鳥も同じです。小鳥も親の鳴き方を聞いて、その小鳥らしい鳴き方を学びます。接着呢，过渡到小鸟，说小鸟呢也是一样的，爸爸妈妈怎么叫，他就学着怎么叫。小鳥には方言もあって、地域によって歌が違ったりするんですが、これは小鳥の歌が親から子へと伝わるからなんですね。小鳥も学ぶんです。その証拠に、別の種類の小鳥の声を聞かせて育てると、別の種類の小鳥のように鳴くようになります。这小段呢是展开说，说小鸟呢也有方言，这也是因为小鸟的叫声呢是从鸟爸爸、鸟妈妈那里学来的。親から声と伝わるからなんです。然后呢，他举了一个能证明这一观点的例子：如果让小鸟听着别的种类的鸟的叫声长大的话，那么它的叫声呢是跟别的种类的鸟叫声是一样的。所以呢，听到这里我们知道前面的内容讲的是鸟跟人类一样，小鸟呢也像人类的小孩子一样学习怎么说话。小鳥も学ぶんです。所以呢，这位老师他所研究的是小鸟的这种学习和人类的情况呢有什么区别。好，我们再来回顾一下选项。1、小鳥と人間の子育ての違い。2、小鳥と人間の歌い方の違い。3、小鳥と人間の言葉の違い。4、小鳥と人間の学び方の違い。好，四个选项呢都是小鳥と人間の何々の違い，小鸟和人类在某一方面的不同。那么选项一说的是在抚养下一代这一方面，选项二说的是在唱歌方法上的不同，选项三说的是在语言上的不同。那么前三项呢都没有说到点子上，只有选项四是正确的，学び方の違い。好，我们来听下一道题。大学の授業で先生が着物について話しています。着物というと、皆さんは花や鳥なんかの綺麗な絵を描いた色の鮮やかなものを思い出すでしょうね。あんな風に着るものに絵を描くというのは世界の中でも珍しいことです。でも昔の日本人が普段着ていたものはみんなあんなだったわけではありません。だから、色や模様が着物らしさだ、というとちょっと違いますね。それより、平らに畳むことができるとか、糸をほどけば大きさを変えたり、別のものに作り直すことができるとか、そんな柔軟性が重要な特徴なんじゃないでしょうか。そこに日本人の考え方なんかが現れているように思います。着物の何についての話ですか？1、歴史。2、色や模様。3、特徴。4、
考え方。这一段呢是大学课上老师关于和服的一段讲话。问题问的是，讲的是关于和服的什么？针对哪一点讲的？那么这道题呢，在听选项的时候，我们可以通过排除法来判断。回想选项里面的这个词是在原话中的哪一句里面出现的，是否能够代表这一段的主题？比如说选项二，你色や模様，色や模様，颜色和图案，这是最开始提到的。着物というと、皆さんは花や鳥なんかの綺麗な絵を描いた色の鮮やかなものを思い出すでしょうね。あんな風に着るものに絵を描くというのは世界の中でも珍しいことです。说一提到和服，大家马上就会想到画得非常漂亮的花鸟图案，颜色呢也很鲜艳，在穿的衣物上画画，在世界上呢都是少有的。所以呢，选项二提到的这一点可以算作是和服的特征之一。接下来呢是选项一出现的地方。でも昔の日本人が普段着ていたものはみんなあんなだったわけではありません。だから色や模様が着物らしさだというとちょっと違いますね。选项一呢是歴史。那么这两句呢提到了昔の着物，以前的和服是怎么样的？这和历史稍微呢能沾上一点关系。接着往下听。それより平らに畳むことができるとか、糸をほどけば大きさを変えたり、別のものに作り直すことができるとか、そんな柔軟性が重要な特徴なんじゃないでしょうか。这一长句呢就提到了特徴，特征，说比起色彩花纹，能够叠放平整，能变化大小，改成其他的东西，这种柔軟性，灵活性才是和服重要的特征。也就是说，前面说的那些呢，都不是和服的特征，这个才是。所以关键词呢，就落在了特古丘。答案呢，就应该是选项三。そこに日本人の考え方なんかが現れているように思います。这最后一句呢，就是选项四，考え方的出处了。很好排除，和服的特征是能体现出日本人的思维方式，但不能说这一段呢是在讲和服的思维方式。好，我们来看一下这一段里面的单词。鮮やか，形容动词，鲜艳，也有精湛的意思。比如说鮮やかな手並み，就是精湛的手法。第二个词模様，写作汉字模样，在这一段里面呢是花纹、花样、图案的意思，它也可以指情形、情况。比如说空模様，天气情况。接下来是形容动词平的，汉字平加一个拉，是平坦不倾斜的意思，也有随便坐的意思。どうぞお平らに，请随便坐。最后一个词柔軟性，柔软性、灵活性。好，这就是概要理解部分的两道题。ここでちょっと休みましょう。ではまた続けます。接下来呢我们看一下今天的即时应答。これやりかけだけどどうするの？1
今終わったばっかりだから、ちょっと置いといて。2. 後でやるから、そのままにしといて。3. 明日から始めるつもりだよ。好，第一题的关键呢在于理解压力卡给是什么意思。卡给它做结尾词的时候表示某一动作开始了，但是是处于中途未完成的一个状态，也就是没完。所以呢动词压力的马死行接卡给压力卡给就是表示开始做了还没做完。那这样的话呢，我们就很好排除掉选项一和选项三了。一，今終わったばっかりだから、ちょっと置いといて。終わったばかり，刚刚完成，先放在那儿。三，明日から始めるつもりだよ。我打算明天开始做。这两项呢都不能作为合适的回答，那只有选项二的回答呢是正确的。你後でやるからそのままにしといて。そのままにしといて。そのままにしておいて。我之后会来做的，就先那么放着吧。好，这是第一题，接下来我们听一下第二题。あ、その仕事、実は全然手をつけてないんです。1。そうですか、お疲れ様でした。2。じゃあ、もう直すところないですね。3。じゃあ、とりあえず何から始めましょうか。好，这道题的关键呢是能够理解 手つける 这个词组是什么意思。嗯，是着手做某事。男的说啊，その仕事実は全然手をつけてないんです。啊，那项工作实际上我还没有着手开始做。那跟上一道题呢感觉是很像的，我们要先通过说话人的话呢来判断某一件事情到底是一个什么样的状态，是还没有开始做，还是已经做上了，或者是已经完成了。那么既然这道题里面这项工作的状态呢是还没有开始做，所以呢选项一和选项二呢就都不对了。1。そうですか、お疲れ様でした。2。じゃあもう直すところないですね。选项一说的是，是吗？辛苦了。选项二说的是，那么没有什么要修改的地方了吧？那这两项呢，都是默认这项工作已经做完了，才能那样说，对吧？所以正确的答案呢，就是选项三。三。じゃあ、とりあえず何から始めましょうか？とりあえず何から始めましょうか？那么暂且先从什么开始做起来吧，先开始做起来吧。好，接下来我们一起听一下第三题。日本はもう長いんですか？1。私の国も縦に長いんですよ。2。何キロぐらいでしたかね。3。10年ぐらいです。うん。这道题呢、虽然句子短、单词呢也非常简单、但也可能正是这样呢、它出其不意、让大家呢一时反应不出、男的在问什么。尤其呢我们知道日本是自北向南国土狭长的国家。日本はもう長いんですか？这里面的長い指的是时间的长。
试问你来日本很长时间了吧？所以呢，选项一和选项二呢，都是把 nagai 错误的理解成了长度。一，私の国も縦に長いんですよ。二，何キロぐらいでしたかね？选项一说的是我国的国土纵向呢也很长。縦に長い。縦是纵。对词呢是横是横。选项二说的是多少千米来着？何キロぐらいでしたかね？这是想不出来了。所以呢只有选项三是针对时间的回答。三。10年ぐらいです。来日本大概有十年了。好，再来听一题。あの店のカツ丼はとても食べられたものじゃありませんね。1。そんなにまずいんですか。2。そんなにおいしいんですか。3。誰に食べられたんですか？这道题呢，我们要判断男的对那家店的炸猪排饭的评价是正面的还是负面的。所以呢，选项三都不用考虑。三。誰に食べられたんですか？被谁吃了呀？离题太远了，肯定不对。那么就剩下选项一和选项二，要么呢就是 mazi， 要么呢就是 oishi。所以呢，关键就是在于正确的理解。とても食べられたものじゃありませんね。这句话是什么意思？とても这个词呢，给大家的印象呢，更多的是在肯定句中。那么它出现在否定句中的时候，多是可能动词的否定句，表示某种状况难以实现，或者某种动作呢，做不出手。所以呢，这句话直译过来呢，就是怎么也吃不下去，难以下咽。类似呢，我们形容东西难吃的时候说，哎呀，简直不是人吃的。所以正确的答案呢，就应该是选项一。そんなにまずいんですか？有那么难吃吗？好，这就是今天的即时应答四道题。接下来呢，我们进入综合理解部分。大学の進学説明会で、職員が文学部の各コースについて説明しています。桜大学の文学部では、多様化する学生のニーズに応え、4つのコースが設けられています。教養コースでは、文学部に在籍し、哲学や文学などを学びながら、理学部の授業も選択できます。人間文化コースでは、国内外の歴史を学び、古代遺跡の発掘や文化財の保護などを中心に、様々な地域での実習が予定されているコースです。人間科学コースでは、心理学や社会福祉などを学び、将来、臨床心理士など、心のケアに携わる仕事に就きたい人のためのコースです。もう一つは、桜大学伝統の文芸コースで、演劇やドラマの脚本などを学び、将来、ラジオやテレビ、舞台などで活躍する脚本家を育てるコースです。田中くんはやっぱり文芸コースよね。前はそう思ってたんだけど、僕最近物を書くの本当に向いているのかなって。それより人の心に関することなら臨床心理士になって実際に人の心に向き合う仕事がしたいと思うようになったんだ。へえ、そうなんだ。佐藤さんは？歴史勉強したいって言ってたよね。そうだったんだけど、テレビで日本や世界の先端科学技術のシリーズを見てから
そういうのを開発する会社で働いてみたくなって、そのために理系と文系とどちらも勉強できるところがいいと思って。なるほど。質問1。男の人が進みたいと思うコースはどれですか？質問2。女の人が進みたいと思うコースはどれですか？好，今天的这道题呢，是大学升学说明会上，职员对文学部的四门课程进行了一段说明。随后呢，男女两个学生呢，互相询问了一下对方的选择。那么四个课程的课程名，我们看到在选项里面已经有了，而且是按照说明顺序一二三四，所以呢，就是相应的降低了难度。笔记呢，我们直接坐在选项旁边就好了。好。那我们就先来回顾一下说明部分。首先呢，它讲的是 QO course 教养课程。桜大学の文学部では、多様化する学生のニーズに応え、4つのコースが設けられています。教養コースでは、文学部に在籍し、哲学や文学などを学びながら、理学部の授業も選択できます。这个课程的特点呢，是能同时选择文理两科的课，嗯，感觉是比较全面发展的，对吧？好，接下来，人間文化コースでは、国内外の歴史を学び、古代遺跡の発掘や文化財の保護などを中心に、さまざまな地域での実習が予定されているコースです。第二门课程呢是人間文化コース，人类文化。那这个课程呢是以研究国内外的历史等为主，能到各地去实习。所以呢，可以简单的记一下它的特征，关键信息是歴史実習。人間科学コースでは心理学や社会福祉などを学び、将来臨床心理士など心のケアに携わる仕事に就きたい人のためのコースです。好、第三门课程呢是人間科学コース、人类科学。那么这个课程的关键词是什么？嗯，心理，学心理的，研究人类心理的一门课。说这门课呢是为那些将来想要从事临床心理医师这一类工作的人而开设的课程。もう一つは桜大学伝統の文芸コースで、演劇やドラマの脚本などを学び、将来ラジオやテレビ、舞台などで活躍する脚本家を育てるコースです。嗯，最后一门课呢是樱花大学的传统课程，文芸コース，艺术课。那主要呢是学习剧本，培养编剧人才的。好，四门课程呢，分别都是学什么的，将来呢会成为什么样的人才，从事什么样的工作，我们呢大致了解了一下。接下来呢，我们就听一下两个学生是怎么选择的。首先呢，是女生问男生：“田中君はやっぱり文芸コースよね？”前はそう思ってたんだけど、僕最近物を書くの本当に向いているのかなって。それより、人の心に関することなら、臨床心理士になって、実際に人の心に向き合う仕事がしたいと思うようになったんだ。へえ、そうなんだ。女生呢、以为男生会选艺术课。但是呢、男生说自己、最近一直在考虑自己是否真的适合写东西。それより、说明呢、他改变主意了。后面才是他现在的选择。臨床心理士、人の心に向き合う。
很明显呢，他是想选人类科学。好，接下来呢，听一下女生选的是哪一门。嗯，佐藤さんは歴史勉強したいって言ってたよね。そうだったんだけど、テレビで日本や世界の先端科学技術のシリーズを見てから、そういうのを開発する会社で働いてみたくなって、そのために理系と文系とどちらも勉強できるところがいいと思って。なるほど。嗯，同样的，女生呢也没有选择男生以为她会选的历史。女生说，理系と文系とどちらも勉強できる，文理都能学到的，那么只有第一门课程。教養コース。好，那么两个人的选择呢就都出来了。好，我们来看一下这段里面出现的一些单词。首先呢是外来语 needs， 需要需求。needs に応える是满足需求的意思。第二个外来语是 care， 关怀注意关爱照顾的意思。心の care 就是心灵慰藉，心灵关怀。系例子，连续，一套，系列的意思。那么这一段里面呢，是出现在女生说テレビで何々の系例子を見てから，也就是说在电视上看到了什么什么系列节目。好，接下来在籍，在籍是在册、在学籍、在汇集、在编的意思。那我们之前讲过的一个在座位上，在位，读音呢跟它是一样的，在席，写作在席。文化財，文化财，就是我们所说的文物、文化遗产、文化财富。接下来，臨床心理士，臨床是临床，心理士心理医师，临床心理医师。动词携わる是参与、参加、从事有关系的意思。比如说呢，老师是教育関係の仕事に携わる，从事教育方面的工作。脚本、脚本、剧本的意思。脚本家、脚本家就是编剧的意思。先端、顶端、尖端。先端科学技術就是尖端科学技术。好了，今天呢我们精讲的题目呢就到这里。接下来呢是微模拟环节。女の人が文房具のカタログを見ながら男の人と話しています。女の人は何を注文しますか？文房具を注文しようと思うんだけど、何か必要なものある？あ、付箋がもうなくなっちゃったから、それお願い。わかった。あ、今なら10個まとめて頼めば 10% 割引になるって。え、そんなにはいらないんじゃない？とりあえず5個ぐらいでいいよ。あとコピー用紙も頼まないと。3ケースぐらい頼んでおく。え、棚にまだ2ケース残ってたよ。え、そうだった？じゃあ今日は頼まなくていいや。あとはノートとペン。ノートもまだ残ってたから今回はいいよ。ペンは10本頼んでおこう。あ、あとお茶。来週はお客さん多そうだから。女の人は何を注文しますか？男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてハワイに行くことになったのですか？
どうしたの？そんなにニコニコして。気味が悪いな。えへん。私、ハワイに行くの。来週、杉山さんと。へえ、金持ちはいいな。それがただなの、実は。あのね、杉山さんの友達で、大野さんって人がいるんだけど、この人がクイズでハワイ旅行に当たっちゃって、そこまでは良かったんだけど、大野さん、親戚の結婚式が何かと重なっちゃって、行けなくなっちゃったの。それで、そのお鉢が私、秋山に回ってきたって、まあそういうわけなのよ。吉田さんも行きたいでしょう。じゃあね、アロハー。女の人はどうしてハワイに行くことになったのですか？女の人がある調査結果について話しています。首都圏の若い独身者たちに何歳で結婚したいかというアンケートを取ったところ、男性33歳。女性 32.2 歳という結果が出ました。これは国全体の平均初婚年齢、つまり初めて結婚した年齢より4歳も高くなっています。都会では早い結婚より仕事優先の考えが地方より強いことが結婚希望年齢を引き上げていると見られています。また結婚を望む人は男性 86.5%、女性 91.1% と、結婚意欲は高いのに、プロポーズした経験のある人は、男性 9.4%、女性 3.0% にとどまりました。女の人は、どんな調査について話していますか？ 1独身者の希望結婚年齢。2国全体の初婚年齢。3都会と地方の生活比較。4若者の仕事意欲。お客さんが大勢来たから料理が足りなかったんじゃないですか？ 1おかげさまで助かりました。 2ええ、たくさんありました。 3ええ、ちょっと少なかったですね。料理作っちゃったんですね。じゃあ、これもういらないんですね。1はい、いりません。しまってください。2いいえ、いりません。まだ食べていません。3はい、いりますよ。作ります。ここは私が払っておきますよ。1何時ですか？2すみません、恐縮です。3もういただきました。ちょっと作りすぎちゃった。食べてくれない？ 1ええ、昨日食べました。2じゃあ、遠慮なく。3あげましょうか？会社の食堂で先輩の女性社員一人と後輩の社員二人が話しています。なんか先輩、
最近痩せたんじゃありませんか？ダイエットでもしてるんですか？ダイエットというか、スポーツクラブに通い始めたんだ。へえ、どんな運動してるんですか？30分走った後、プールで泳いで、その後、お風呂にゆっくり入るの。通い始めて1ヶ月ぐらいだけど、週に3日は通ってるせいか、3キロ、体重減ったんだ。すごい。そんなに痩せたんですか？私も通おうかな。その前に、鈴木さんはお菓子食べるのを減らした方がいいよ。仕事の合間によく食べてるでしょ？あれ、やめたら？田中くんに言われたくないね。そういう田中くんこそ、ビールを飲む量を減らしたら？最近、お腹出てきたんじゃない？それはやめらんないね。僕の大切なストレス解消法だから。でも、スポーツもやってみると気持ちいいよ。それに、汗をかいた後のビールは美味しいよ。そうですか。だったらスポーツクラブ通おうかな。質問1。先輩の女性社員が痩せたのはどうしてですか？質問2。男の人はどうしてスポーツクラブに通おうと思いましたか？打印纸和笔记本因为还有都被女的否掉了，所以呢，最终要定的是便签、钢笔和茶。最后，女的所说的一段话解释了自己是如何得到这次机会的。本来是杉山さんの友達で大野さん，山山的朋友大野，通过智力竞猜得到了去夏威夷旅行的机会。但因为亲戚结婚不能去了，就轮到了这个女的阿基亚玛秋山的头上。第一句话呢，其实就揭示了这一段的概要内容。首都圏の若い独身者たちに何歳で結婚したいかというアンケートを取ったところ。调查的对象和内容呢，就都清楚了，所以呢，不要被下面的一些具体数据所迷惑。另外呢，整段反复出现結婚年齢，也比较好判断这一段的概要。何々んじゃないですか，相当于何々でしょう。如果回答以 A 开头，那么就是同意对方的看法，可能会不足。何々んですね，相当于何々でしょう。如果回答はい，就是肯定对方，不需要，もういらない。相反，如果是いいえ，那就是否定对方，说还需要。払っておきます。对方说暂时先由我来代付，所以呢，对此要表示感谢。食べてくれない？对方希望你吃他做的东西，所以回答那我就不客气了是合适的。第一个问题，前辈瘦下来的原因，我们可以通过这句话知道。ダイエットというか、スポーツクラブに通い始めたんだ。不是减肥，而是去健身房运动。第二个问题，男的为什么想去健身俱乐部呢？答案呢是在最后，当女同事说出过汗之后喝啤酒特别好喝，男的接着说道：“そうですか。だったらスポーツクラブ通おうかな。”真的吗？
如果真是那样的话，那我也去健身吧。所以男的去健身房还是奔着啤酒去的。好了，今天呢我们的课就到这里。では、今日の授業はこれで終わります。皆さん、また。